3回は、日本各地に伝わる妖怪のうち、人間の妊婦が産むと言われるものの総称である。出産時に注意しなければ、赤ん坊の代わりに、これらの妖怪が生まれてしまうという、かつての医学が発達していなかった頃の日本では、出産は現在とは比較にならないほど大変であり、また受胎から間もない胎児がキーな姿に移ることも理解されていなかった。さらにそういった時代では、 迷信が深く信じられていた。そのために流山で生まれた、胎児早山などの異常出産で生まれた、奇形児や未熟児が、これらのように妖怪死されたと言われる。けつは、岡山県に伝わる、三階。外観は亀に似ており、背には、身の毛が生えている。生まれるとすぐに床を這い出し、家の縁の下へ逃げ込もうとする。すぐに取り押さえて殺してしまわなければならず。 取り逃がすと寝ている妊婦の真下に潜り込み、妊婦を殺してしまうという参考。よざる結界は、埼玉県、神奈川県に伝わる、三回。カタカナで結界とも表記するほか、長野県下稲郡では同様の三回を結界という、外見についての伝承は乏しいが、下が二枚あり毛が逆さに生えていて、牛に似た顔の毛むくじゃらの姿という説がある。これが、 家の縁の下に潜り込むと、産婦の命が危険にさらされると言われている。埼玉の裏側には、出産時に縁の下に屏風を巡らせる風習が伝わっており、これは、結界が縁の下に潜り込むことを阻むためとされている。これには結界に結界をもじった意味もあったようである。神奈川の足柄郡散歩村では、産み落とされた結界は、血もみれのまますぐに動き、いろりの自在割を登り出す。 こうして結界が逃げ切ると散布は死んでしまうと言われていたため、前もって、しゃもじを用意して自在針にくくりつけておき、結界が出現して自在針を登り始めたら、すぐさま、しゃもじで撃ち落としたという、民族学者、日野岩尾は、幼少時、見世物小屋で出し物にされていた結界を見たと、語っている。小屋では、とある女性が、大学病院で産み落としたものと言われていたが、 日野はこれを南洋に生息するよルを手名付けて、見せ物にしたものと指摘している。小学館のデジタル大事船は、結界について、猿の一種、ロリスの俗称を。江戸時代、見せ物にされた。としている、上野動物園は、スローロリスの説明を、マレー半島では、交換、と呼ばれ、それが種名となってかつては、根幹とか、結界、とか呼ばれたこともありました。 古い上野動物園の大腸にもこの名を見ることができます。記述していたありがとうございます。